西鴨村津山事件の発生地、西鴨村津山事件、または津山30人殺しは、1938年5月21日未明に、岡山県戸又郡西鴨村大技、雪茂の会を、坂本領集落で発生した大量殺人事件。一般には津山事件と呼ばれ、犯人の生命を取って、問いむつお事件とも言う。 犯行が行われた2時間足らずの間に28名が即死し、5名が重軽傷を負った。なお、犯行後に犯人が自殺したため、被疑者死亡で不起訴となった。横溝聖子の小説、八幡村、及び西村望の小説、牛光の村のモチーフになった事件である。犯人の問いは1917年3月5日。 岡山県戸又郡鴨村大和座倉見に生まれた。2歳で父を、3歳で母を、共に、肺結核で亡くしたため、祖母が、後見人となり、その直後一家は、鴨の中心部である達中へ引っ越した。さらに、戸井が6歳の時に、一家は、祖母の生まれ故郷の海洋集落に引っ越した。戸井家には、ある程度の所得と資産があり、 旗作と合わせて比較的楽に生活を送ることができた。問いは尋常高等小学校を卒業直後に、六膜炎を患って医師から農作業を禁止され、無意な生活を送っていた。病状はすぐに解放に向かい、実業補修学校に入学したが、姉が結婚した頃から徐々に学業を嫌い、家に引きこもるようになっていき、同年代の人間と関わることはなかった。 なお、事件後に、岡山地裁検事局からの紹介によりにしかも尋常、高等小学校長が回答した、昭和14年4月19日付、被疑者学業成績成功等回答書によれば、問いの学業成績は尋常化及び高等化の、計8年間を通じ、体育科目も含めて、全科目において10段階中すべて8以上であった。また同回答書中の、 性質素行欄には、勤勉親切、欲命を守るりいたり、正直にして約束を守るり礼儀を十、自治密なり等と記載されている。1937年、問いは長兵検査を受け、結核を理由に、兵種合格とされた。その頃から、問いは、それまで関係を持った女性たちに、問いの兵種合格や結核を理由として、関係を拒絶されるようになる。 そして、心ない風評に、問いは、不満を募らせていった。同年、狩猟免許を取得して、津山までに連発散弾銃を購入した。翌1938年にはそれを、神戸で下取りに出し、猛獣用の12番後継5連発のブローニング製、散弾銃である、ブローニングオート5を購入した。毎日山にこもって、射撃練習に励むようになり、 舞を猟銃を手に村を徘徊して、近隣の人間に不安を与えるに至った。問いはこの頃から、犯行準備のため、自宅や土地を担保に借金をしていた。しかし、問いが、祖母の病気治療目的で味噌汁に薬を入れている、ところを祖母本人に目撃され、そのことで、孫に毒殺されると大騒ぎして警察に訴えられた、ために、家宅捜索を受けた。 領獣一式のほか日本刀、担刀必修などを押収され、領獣所持許可も取り消された。問いは、この一件により、狂気類をすべて失ったが、知人を通じた領獣や、弾薬の購入、刀剣愛好家からの日本刀譲り受けなどによって、再び狂気類を揃えた。以前懇意にしていたもののそのごといのもとから去り、 他の村へと継いでいた女性が村に里帰りしてきた1938年5月21日の未明、犯行は行われた。問いは、事件の数日前から、実施を、はじめ数名に当てた長文の遺書を書いていた。さらに自ら自転車で、隣町の鴨町駐在所まで走り、難を逃れた住民が救援を求めるのに必要な、時間を、あらかじめ把握しておくなど、 犯行に向け周到な準備を進めていたことが、後の捜査で判明している。自分の姉に対して残した手紙は、姉さん、早く病気を治してください。この世で強く生きてくださいという内容である。1938年5月20日午後5時頃、問いは電柱におじ登り送電線を切断、海洋集落のみを全面的に停電させる。しかし、村人たちは、 停電を特に不審に思わず、これについて、電気の管理会社への通報や、原因の特定などを試みることはなかった。翌5月21日1時40分頃、問いは行動を開始する。爪入りの学生服に、軍用のゲートルと直たびを身につけ、頭には鉢巻きを締め、小型懐中電灯を両側に一本ずつ湯合えつけた。首からは、ナショナルランプを下げ、 腰には、日本刀一振りと相口を二振り、手には9連発に改造した、ブローニング男を持った。問いは、近隣の住人を約1時間半のうちに次々と、改造猟銃と日本刀で殺害していった。被害者たちの証言によると、この一連の犯行は極めて計画的かつ冷静に行われたとされている。最終的に、死者30名。 重軽傷者3名の被害者が出た。死者のうち5名が16歳未満である。計11件の家が犯行に遭い、そのうち3件が一家全員が殺害され、4件の家は生存者が1名だけであった。問いによる激しい銃声と怒鳴り声を聞き、すぐに身を隠すなどしたものだけが生存者となった。また、二名は襲撃の夜に村に不在だったため難を、 逃れた。また、ある家では、主人からの、決して動かんから助けてくれという必死の哀願に、それほどまでに、命が惜しいんか。よし、助けてやるけんと答え、その場を立ち去っている。被害に遭った家約1時間半に及ぶ。犯行後、問いは、一書用の鉛筆と紙を借りるため、隣の集落の一軒家を訪れた。家人は、 問いのような風体に驚いて動けない状態だったが、その家の子が以前から、問いの話を聞きに来ていて顔見知りであったため、その子に頼み、鉛筆と紙を譲り受けた。問いは去り際にこの子へ、うんと勉強して、偉くなれよと声をかけている。その後、3.5km 離れた千の城と呼ばれていた、荒坂峠の山頂にて、追加の衣装を書いた後、猟銃で自殺した。 問いの遺体は翌朝になって山狩りで発見された。猟銃で自らの心臓を撃ち抜いており即死したと見られている。遺書の内容は以下の通りである。いよ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 死するにあたり一筆書きを希望します。結婚するにはしたが、打つべきを打たず、歌いでも良いものを打った。 時のはずみで、ああ、祖母にはすみませぬ。誠にすまぬ。二歳の時からの育ての祖母。祖母は殺してはいけないのだけれど、後に残る不憫を考えてつやしたことを行った。楽に死ねる様と思ったらあまり惨めなことをした。誠にすみません。涙、涙、ただすまぬ涙が出るばかり。姉さんにもすまぬ。は,なはだすみません。許してください。つまらぬ弟でした。 このようなことをしたから決して墓をしてくだされなくても、よろしい、のに腐れれば本望である。病気4年間の社会の冷淡圧迫には誠に泣いた。親族が少なく、愛というものの僕の身にとって、少ないにも泣いた。社会も少し身寄りのないもの結核患者に、同情すべきだ。実際弱いのには懲りた。今度は強い強い人に生まれてこよう。実際僕も不幸な人生だった。 今度は幸福に生まれてこよう。思う様には行かなかった。今日結婚を思いついたのは、僕と以前関係があった寺本百合子が海洋に来たから、また西山良子も来たからである。しかし寺本百合子は逃がした。また寺、元倉はじめというやつ実際あれを生かしたのは情けない。ああいうものは、この世から葬るべきだ。あいつは、 金があるからといって、未亡人で立つ者ばかり狙って買ようでも彼と関係せぬというものは、ほとんどいない。岸本淳一も栄密領ばかり、土地でも人気が悪い。彼らのごときもこの世から葬るべきだ。もはや夜明けも近づいた。死にましょう。津山事件報告書より、問いむつおの遺書といは、遺書の中で、この日に犯行を起こす決意をしたのは、 以前、問いと関係があったにもかかわらず、家に嫁いだ女性が、介護に里帰りしてきたからだとしている。しかし、この女性は実家に、問いが踏み込んできた時逃げ出して助かり、逆にこの家に逃げ込んだ林家の家人が射殺されることとなった。事件は、ラジオや新聞などのマスコミにより報道され、少年クラブもこの事件を特集した。 この事件が海洋集落に与えた影響は大きく、前述のように、一家全滅したところもあれば、一家の大部分を失ったところもあり、集落の大部分が農業で生計を立てていたため、かなり生活が苦しくなったとされている。また、問いの親族で襲撃を受けることのなかった一家が、企みを前々から知っていて隠していたのではないかと疑われ、 村八部に近い扱いを受けたとも言われている。事件後、犯人の問いが、警察による取り調べを受ける前に自殺し、さらに多くの被害者が亡くなったため、生存者による証言しか残っていない。しかし、生存者のほとんどが亡くなった被害者の誰かしらと、親戚関係にあるため、その証言は、すべての罪を問いに被せるようなものが多くなっているという意見もある。 さらに、問いが死亡した以上、たとえ、問いと関係があったと噂される女性でも本人が、否定してしまえば確認する方法はなく、事実関係が不明な部分も多く残った。1975年に刊行された、鴨長市では、本事件について、問いむつ事件も発生したと記されるのみである。 事件現場である海洋集落は、周辺集落の中でも一番山際にあたる部分に、ある。2015年春、暗みに廃屋となって残っていた、問いの成果が取り壊された。海洋地区の人口は事件当時23世帯111人で、あったが、2010年の平成22年国勢調査によると13世帯37人となっており、 うち単身の世帯が4あるなど限界集落化が進んでいる。直接被害者を出さなかった複数の世帯が事件後に海洋を離れているほか、過疎化が進行しており、廃墟となっている家屋もある。事件当時から海洋に居住している者はすでに一人もいないという。事件発生から70年後にあたる2008年、週刊朝日5月13日号にて、 津山事件関係者による証言記事が掲載された。その記事内で匿名でのインタビューに応じた90代の老人によると、問いは村が停電になった時によく修理を頼まれていた。また、事件が発生したその日のうちに昭和のお肉ま事件と題した号外が出たと述べている。当時村に残っていたとされている、余罪の風習については否定している。なお、 この証言については、司法省刑事局による津山事件報告書と食い違う部分がある。ありがとうございます。